アルビレックス新潟サポーターサンド型バラエティアルサポーキュン。バモバモおー、今回は日本一のパサー秋山選手と男の中の男小野選手、小野選手の髪型ファンたちが集結。サッカー大好き秋山選手が選ぶベストイレブンにまさかのあの選手が。初めての出張アルサポ Q も大荒れの予感。それではアルサポ Q 前編スタートです。アルサポ Q、 アルサポ Q イン国立競技場。イエーイ。いやまさか国立競技場でアルサポ Q をするとは思わなかったですね。そして強い僕たちの新戦力が2名加わっていただきました。はい、NGT48 3期生の磯部ルアです。同じく4期生の高島優愛です。よろしくお願いします。ちょっと頑張ってねって言っていただきました。今日は国立からアルサポ Q。 とりあえず一発目、はい、はい、小野さん推しのお願いします。なんか小野さんをこれだけ推してる理由みたいなのってあるんですか？同じ92年生まれのと、視野が広くて、あとチームを鼓舞する姿、男気ある姿はもう惚れてます。十日町市から来ました誠です。サポーター歴は10年くらいです。既婚者の小野選手と秋山選手に質問です。奥様の大好きなところを秋山選手は3つ、小野選手は5つお願いします。愛してる新潟。なんで小野さんだけ5つなの？じゃあまあ俺からいいですか。1つは、まあ、大好きなところっていうか、まあ、尊敬できるところ。もう1つはご飯が美味しいところ。もう1つは自分がしたいこととか、まあもちろん今サッカーやってるから最優先事項を必ずやらせてくれる、ちゃんと。だからもう疲れてたら寝させてくれるし、なんかだからもう自分のやりたいようにやらせてくれるっていうところの3つです。5つ結構ハード高い。5つは結構ハード高いですね。プラス2つは。1番は本当に俺のそのサッカーに対して一緒に取り組んでくれるというか、まあ、あとは、まあ、顔もまあまあ可愛いんで、まあ、そこも大事っすね。好きな。多分喜ぶっすよ奥さん。はい。あとは一緒にゴルフとかするんで、こうなんか同じ趣味があるっていうところもいいですし、まあ、子供2人いるんですけど、子供のことを大切にしてくれるのはありがたいなっていうのと、あとはあーやばいやばい。あとはまあなんか料理は本当いっぱい品数も作ってくれるんで、自分が飽きないようにそれでも栄養を考えて作ってくれるんで、そこが大好きです、はい。まあ、もっとあるんですけど、まあ、これぐらいにしておきます。ごめんちょっと危なかった。これぐらいにしておきます、はい。アルサポ Q。 お、秋山愛に溢れてるな。この子知ってます。秋山くんのどんなところが好きなの？誰よりも一番走ってるとこと、もうね、ずっとひろきのこと練習見学できる時からずっと応援してるんですよ。ね、リュック見せて、リュックね、あら、なんだこれ。あら、赤子、敵のタヌキが。新潟市から来ましたサクトです。サポーター歴はお腹にいた時から8年です。お、秋山ひろき選手に2回質問です。2回1年生の頃はサッカーはどれぐらい強かったですか？あと好きなお汁は何ですか？お汁って何？味噌汁。好きな味噌汁。かわいい質問っすね。愛してるひろき。かわいいそのお兄ちゃんの影響でサッカー始めて、お兄ちゃんにずっとついてってサッカーやってたんで、同い年の人たちの中では多分まあ馬だったと思います。リフティングは小学4年生の時になんか親に数えてもらって3046回でやめました。もうちょいできたかなと思うんですけど。で、好きな味噌汁はこれなめこの味噌汁一択です、はい。いつも
あのメインのゴール裏でゲイフラッグかけて応援してくれてるんで、まあ、サッカー頑張ってください。応援してます、はい、アルサポQ。横浜市から来ました吉崎です。サポーター歴は20年ぐらいです。小野選手に質問です。小野選手の髪型が世界一好きなんですけど、おすすめのスタイリング剤を教えていただけたらありがたいです。お願いします。写真見せて、小野選手の写真見せて切ってもらってます。愛してる新潟。やっぱ髪型いいもんないや今日坊主にしようかなとか言ってたんですよ。今日と気合い入れ直したりとか言って、あー言うよでも小野さんが坊主にしたら、そうっす、あの方も坊主になっちゃうんで、ね、写真見せ て, 切ってもらう、これお願いしますね練習の時と試合の時分けてるんですよ。試合の時は結構いい匂いのやつ。ちなみにヘアセットって何分ぐらいかかってますか？5分ぐらいですかね。ちょっとつけて、でなんか串みたいのでこうピュッてやって、で最後もう一回ジェルつけるスコー。まあすごいですよ。もう何するにもちゃんとセットしてるんで、まあプロフェッショナルだなとは思います。差し上げるよ、うん、あ、いいっすか、いいっすか、かっかりめっちゃ光るアルサポQ。小野さんファンってみんな同じ髪型じゃないですか？はい、似てます。いや間違いない同じ髪型、また似てる方が、みんな同じ髪型で新潟市から来ました、元気です。サポーター歴は2年になります。小野裕二選手に質問です。いつも憧れて髪型にしているんですけれども、髪を切る時のオーダーはどのようにしていますか？教えてください。愛してる新潟。髪型ばっかやないっすよ。気合入ってるオーダーは、まあ、唯一言ってるのは横と後ろすっきりしてくださいっていうだけですね。こことこの辺だけ週1、基本週1ですね。切るのもないっすよ正直。また行くんですかって。いやでもあるんです本当に。だって1週間しか経ってないけど、今日匠に練習中、なんか小野さん髪伸びましたねみたいな。どれくらい？いや俺は多くて3週に1回ぐらいですかね。あとはその色落ちるの早いんでカラーだけしに行ったりとかはあるんですけど、うちはちょっとやりすぎですね。そんな染めんなよお前、チャラチャラしてんなよお前。やりすぎ、やりすぎ。俺でも染めてみたいかも一回。だからやりましょう、やりましょうこれを機にやりましょう、染めちゃいましょう。で坊主のもうマッキンキンダメダメダメ、坊主のマッキンキンダメ。アルサポQ。アルビファンのご家族で、コンボ知ってますよ。みんなでお気持ちですか？いとこの子供です。え、親戚？親戚です。親戚です。じゃあ、はい、応援しなきゃいけないってことですね。そうです、応援しなきゃいけないです。彼は本当に努力家なので、朝から晩まで、もう中学生とか小学生の頃からボールを蹴ってるような子でした。埼玉県三郷市から来ました中原太陽です。サポーター歴は6年目です。滝山博樹選手に質問です。世界のパスは58位ですが、それをどう思っていますか？せーの、愛してる新潟親戚出てきちゃった。親戚出てきました。いやでも結構見に来てるんですよ新潟の人。そう、なんかスイスかどっかのデータの人が、そのなんかそのカテゴリーによってもポイント数が違うらしくて、上のカテゴリーに行けば行くほどその1本の重みが出るみたいな。でなんかバックパスだけでもダメだし、なんか前のパスが何ポイントとかもなんかいろいろあって、でなんかそれでたまたま世界の58位で日本人の1位みたいになってて、日本一のパスターってことだ、データ上は。嬉しいですね、データ上は。データ上は面白いんですけどね。そうですね。で今度はゴールシーンです。秋山選手ですよね。はい、であれはまあ元木くん狙いました。元木くんを狙って行ってくれって、たまたまドンピシャで行ったんで。だからたまたまなんですか？あります。俺があんなキック見出したところないっすよね。メインに 1,2 回あるかないかなんで、たまたます、まあ、それ見た時は、まあ、自分 の, そのストロングはそこだったし、まあ、そうやって評価してもらえてるのはすごい嬉しいですけど、でもね、まだまだなんで、本当にまだまだやるべきことはいっぱいあるんで、
まあ、それとは向き合ってやっていかなきゃなっていうふうに思ってます。アルサポ Q、魚沼市から来ました、ソーヤと言います。サポーター歴は、ちょっと穴があるんですけど20年です。小野選手に質問です。小野選手は男らしいプレーがすごい特徴だと思うんですけど、そのピッチ内外でこれだけは負けないっていう小野選手の色があったら教えてほしいです。お願いします。愛してる新潟。いやもうこれも言ったけど気持ち気持ち気持ちです。気持ち熱いですね本当に。行かせて長倉のシュート、こぼれ球小野だ。前節悔しさをあらわにした小野がサポーターの元に駆け寄ります。やもう気持ちだけはもう負けないように頑張ってます、いつも。アルサポQ。あ、お、お、お二人99。はい。あ、全部見てます。アルサポ見てます。川崎市から来ましたマヤです。サポーター歴は21年です。小野選手に質問です。私は今年夢を叶えて好きな場所で今働いています。今後の小野選手の目標だったり夢があれば教えてください。お願いします。仙台市から来ましたナナです。サポーター歴は21年です。小野選手に質問です。私は仕事で少し落ち込んでしまうことも多いんですが、その小野選手の強いメンタルを保つために何をしていますか。お願いします。愛してる新潟。まあ、まず俺のファンに女性の人がいたのかっていうことにびっくりしました。それいますよ。え、それいますよ。俺みたいな髪型の人と男の人しかいなかったちょっとか子供かあんま見かけないもん、スタジアムでも。マジですか。トスの時からそう、やっぱりこのクラブに自分が来たのはこのクラブでタイトル取りたいっていうところであるので、やっぱそこが目標、メンタルがって言ってたんですけど、まあ自分も別にそんなに強いわけじゃないし、まあ試合勝てなかったりいいプレーできなかったらそれは落ち込みますけど、まあ、寝たら、まあ、切り替えてまた頑張ろうっていう風になるし、まあ、そうなるのはやっぱ、ね、いつもスタジアム来てくれる人たちのやっぱおかげっていうか、そこはすごいあると思うんで、はい、メンタルがちょっと落ち込んだらたくさん寝てみてくださいっていう、はい、アルサポ Q。 横原から来たリツです。サポーター歴は10年です。秋山選手に質問です。憧れの選手は誰ですか。愛してる新潟。憧れてる選手、イニエスタ選手、シャビ選手です。イニエスタ選手とはユニフォーム交換、ユニフォーム交換はしてないです。ユニフォーム一方的にもらいましたまあ向こうもらったところでな、誰やって反省もなサクッといきます。去年アウェーでノエビア行った時にイニエスタ選手がまあ試合途中から出てきてマッチアップして、で引き分けだったんで、なんか俺もちょっと気持ち的にスッキリしなくて、でもゴメス君が、いやヒロキもイニエスタもしかしたら今日がラスト試合かもしんねえぞって言われて、いやでも大丈夫っすよ、7月ホームであるんでその時勝って俺もらいきますみたいな。いやけど本当にラストだったらやばいなって思って、試合後通訳の人にイニエスタ選手来ますかって言ったら、まあ、ミックスゾーンから出てくるからっつって、でそしたらイニエスタ先生が持ってたカバンからユニフォーム出てきて、その場でサイン書いてくれて、で俺のユニフォーム交換しますかっつったら、あ、ノー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 みたいなおいおいおい、それはねえだろっつってめっちゃ嬉しかったっす。で、俺らとの試合のその前の試合のホームゲームがラストゲームだったんですよ、イニエスタ選手。だからホームには来なかったんで、奇跡っす。ラッキーだね。だから初めてゴメス君にはなんか感謝、感謝っす。人生初めて、ごめんすけど感謝っすアルサポ Q。 チーム秋山がキャラとのサッカー IQ が高いところが好きです。村上市から来ました、子供です。サポーター歴は、1年ちょっとぐらいです。秋山選手に質問です。J リーグで、スタメンを組むとしたらどういうイレブンを組みますか、教えてください。姫
ひろきが監督だったら、そうですね、まあ、自分入れるか入れないか分かんないですけどね。ああ入れてほしいですね。入れてほしい、はい、村上市から来ました、ソータです。サポーター歴は3年です。お二人に質問です。今秋山選手はキャプテン履いてて、小野選手キング履いてると思うんですけど、そのこだわりがあったら教えてください。あと秋山選手の X 履いた時の薬品の結び方が特徴的だったと思うんですけど、スキンケア、それについてもこだわりがあったら教えてください。愛してる新潟X の靴ひもはきついんですよね。履くところに近いところだけちゃんと結べば、その脱げないからっていう意味で短くしてただけで、キャプテンはフィット感抜群ですね。たまたまそのキャプテン、そのイニエスタ選手が手がけたブランドを、じゃあ今後日本に広めていきましょうっていうのが今年の最初の始まりで。プレーは近づいてる？プレーは全然近づいてない全然近づいてない。ユージさん、プーマのキング履いてるんですけど、あんま靴ずれしなかったから。あ、まあ、靴ずれは本当大事ですからね。マジなベストイレブン組ませてください。ご自身が監督。監督ですよ俺。でさらに出ても、出てほしいっていう。いや出ない出ない出ない、俺なんて出れない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 。システムは 3-4-2-1。 キーパーはコジ君一択です。これは新潟のコジ君で、忖度ないです。右センターバック、ちょっと待って、まあ、マイケル君、トミー、渡辺大輝も2人です、俺だったら。で、ダブルボランチは、まあ、山口蛍選手、橘田選手。で、このインサイドのシャドウ2枚、この3-4-2-1でちょっと内側の2枚が、今年だったら、脇坂選手と宇佐美選手。ヤンマテスとか置いちゃえば。いや、置いたいんです、置きたいんですよ、そこ。ヤンマテス置きたいんですけど、ヤンマテス置くんだったら4-1-4-1なんですよ、システム。絶対にこれは。システム変わっちゃうんですよ。でも基本的に俺のサッカーは90分間ボール握ることなんで、守備とかないんですよ。切り替えさえやってくれれば。であのセットプレーとか一切ないんで、俺はコーナーキックもフリーキックも全部ショートで始めるんで、絶対中に上げないです、クロスは。崩し倒すんで、だワントップとかもうでかいやつとかいらないんですよ。ワントップな、まあ、だったら宇佐美選手をワントップにして、それこそ亮太郎くんとか置きたいです。シャドウ、3-4-2-1の2枚に脇坂選手と亮太郎くんを置きたいな、タイプ的にはね、はい、それなりだったら本間シオン見通しなんですけど、俺だったらあのシオンな、左ウィングバックの選手ではないんだよな、難しいな。本当に今新潟の選手マジ上手い選手たち多いんで、なんか変にこう周りから取ってくるよりはもう新潟の今の選手たちだけでやりたいです。リキさんには失礼ですけど、G1 優勝できる自信あります本当に本当にあります。どうですか、大野さん、秋山監督。いや、まあ監督の才能がどうかっていうよりか、まあ、こんなやつにはついていかないですねアルサポQ。 なんか聞こえました、さっきなんておっしゃいましたか。小野雄二を愛してます。おすごい、はい、サポからこの間の突戦の後に小野雄頼みますと言われました。受け継がれましたんで、はい、僕も一生応援します。トスサポの古賀さんが旗を振ってるんですけど、友達になりました古賀さん見てますか、古賀さん愛してます。古賀さん、ね、トスの古賀さん愛してます。酔っ払うの早くないですか。新潟市東区から来ました元波春です。サポーター歴は生まれてから5年です。小野選手に質問です。どうしたらシュートを上手にできますか。頑張った。せーの、愛してる新潟。どうしたらシュート練習するしかないですね、まあ、あとはこっちが聞きたいぐらい。特に子供の頃はどれだけボール蹴ったかと、人とサッカーするっていうのも大事なんで、いかにそういう仲間を見つけて一緒にやれるかっていうのが上手くなる秘訣かなと思います。アルサポ Q。 秋山さんの、秋山さん
いや、谷口さんじゃないですか、ね、あれ秋山なんですよ。谷口さん、秋山。タオルは、タオルは、タオルは秋山です。タオル、いや、もう紐もアルビレックスじゃないですか、はい、すげえ。靴下もこんなんあるんだ。パンツは、パンツはユニクロです。パンツはユニクロです。長さ出さなくてよかったですね。つばめ市から来ました、田中です。サポーター歴はガチサポ歴は3年です、秋山選手に質問です。最近ご結婚されたと思うんですけども、秋山選手ご自身が思う奥さん、俺のここに惚れたんじゃないかなっていうところ、まあ、自分のチャームポイントみたいのがあれば教えてください。愛してる新潟。結構俺ポンコツなんですけど、サッカーに対する姿勢、これだって思った時の曲げない信念、誰かに左右されないそのメンタリティっていうか、多分そういうところには絶対惚れたなって思います。かっこよくてとか性格が良くてとか、そこには絶対惚れてないと思う。性格悪いもん、うん、だから奥さん言います。別にサッカー選手じゃなかったとしても、あの結婚してたって言ってくれるんで、いいねそれ。だから人として本当に選んでくれたと思います。アルサポーキュー。埼玉から来ましたオレンジブルーズです。サポーター歴22年です。秋山選手に質問です。プロポーズの時の再現をやってください。よろしくお願いします。横須賀市から来ました卵がゆです。サポーター歴はだいたい2年ぐらいです。小野裕二選手に質問です。奥村仁選手がやってるような、一発ギャグを何か持ってればぜひ全力でやってほしいなと思ってます。愛してる新潟。これやばい質問だね、この2人ね。再現をするの。まずその再現の前に、本当にそういうの苦手で、そのプロポーズとか、あの奥さんに全部話してました。俺いつプロポーズやるよとかで、プロポーズ当日に俺クラブ行って、いや今日プロポーズするんですよね、先輩でみんな言ってたら、ヤンが、エシュタキにいるコウ選手が、いや、ヒロキみたいな、そのプロポーズは、その、物とかじゃないから、みたいな。気持ちだから、みたいな。とりあえず手紙書け、みたいに言われて、その日に、クラブハウスで、タマさんのそのエキップの部屋で、奥さんに手紙書いたんですよ。その手紙を書いて、その手紙を読んだんですよ、奥さんの前で。まず、こんな俺についてきてくれてありがとうっていうのを言って、その後に、3つ叶えたい夢があるんだよね、つって。一つは海外に行って活躍すること、もう一つは海外に行って活躍して日本代表に入ること、もう一つは幸せな家庭を一緒に築くこと、この3つを一緒に達成しようみたいな。そのために俺もできることは頑張るから、そのためにその奥さんとして、俺のサポートもお願いしますみたいなのを言って、奥さんの前に泣いて、あんまり泣いたことなかったんです、それまで。でも俺手紙読みながら、まあ、その結婚するまで、まあ、いろんなことがあったんで、それをなんかこう読みながらいろいろ思い出して、俺が泣いちゃったんですよ最初。そしたら奥さんはその手紙は知らなかったから、もちろんそれに向こうも泣いてくれてっていう。 で終わった後に奥さんが、いや、あの手紙には本当に感動したみたいな言われて、まあこういうことだよな。いい話だ。いいですよね。で、俺がやったから、まあ、ユージさんね、一発にやってもらって、まあ、絶対やんないけど、絶対やんないけど、ないし、いったね、新潟が優勝したらやる。その辺であれですよ、今ここでやるか、タイトル取ったらもうあれですからね、スタジアムの真ん中でやる。スタジアムで、その時はもうスタジアム、人に教えてもらうから、全力で。アルサポQ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。アルサポQが面白いと思った人はチャンネル登録と高評価、そして動画の感想をコメントしてください。よろしくお願いします。アルサポQでは選手への質問を大募集。推しのグッズを身につけていると探しやすいかも。スタジアムでお待ちしてます。後編もお楽しみに。